刃物を嫌う。友人が家庭教師をしているこのおばあちゃんの話です。そのおばあちゃんの家は旅館をやっているそうなんですけど、ある時従業員にお金を持ち逃げされてしまったそうです。それから数年後、警察から電話がかかってきて、その従業員が海に飛び込んで自丸したのだが、身寄りもないし、働いていたそちらで、葬式でもやってくれないか、そんな内容だったそうです。もちろん、金を取られた相手ですし、そんな義理はありません。おばあちゃんは断りました。しかし、その夜に寝ようとすると、なんとなく嫌な予感がして眠れません。おばあちゃんは、死者の霊が刃物を嫌うという話を聞いていたので、おまじないのつもりで、枕元に包丁を置いて寝たそうです。そして夜中、男の霊が現れました。布団の上に覆いかぶさって、寝ているおばあちゃんの足元から顔の方へとじりじりと張ってくるではありませんか。おばあちゃんは恐怖でいっぱいになりながら念仏を唱えました。すると男はにやりと笑いながら、無駄だよ、と言ったそうです。もちろん、男の霊が去る気配はありません。殺される。おばあちゃんがそう思ったとき、男が一言こう言いました。刃物を置いたんだね。そしてその直後、男の気配は消えました。翌日、おばあちゃんが縁側を見ると、海からは、離れている場所にある旅館なのに、縁側が海水と海藻でぐちゃぐちゃだったということです。包丁を置いていなかったら、一体どうなっていたんでしょうね。最後のお化け。大学のサークル合宿での話。うちのサークルは毎年夏休みに一週間、山梨のとある民宿で、合宿を行っていた。その年、幹事になった俺は、最終日に肝試しを企画した。お気楽なテニスサークルだけあって、男女の比率はほぼ半々なので、くじ引きで男女ペアを作り、お化け役が待機している山道を民宿に向かって歩くといった感じ。俺は最後のお化け役。ジェイソンのお面をつけて、偽物の包丁を片手に追いかける。もう面白いくらいにみんな叫んで逃げていく。そのまんまのみ、みんなが怖かったと言ってくれたので、お化け役のうちらは大満足。で、次の日、帰りのバスの中で、ふと昨日の肝試しの話になった。ほんと、昨日の肝試し怖かったよね。そうそう、特に最後のお化けなんか怖かったよね。うん、あれで〇〇ちゃん腰抜かしちゃったんだよね、って。そうか、そんなに俺のジェイソン怖かったか、と満足していた次の瞬間、みんなが奇妙なことを言い出した。そうそう、あのバカみたいなジェイソンの次のお化けだよな。うん、あの女の人怖かったよね。あれ、誰がやったの？詳しく話を聞いてみると、白い着物を着た女の人が赤ん坊を抱きかかえて、動かずにただずっと睨んでいたそうだ。林の中から。さっきも言った通り、俺のジェイソンが最後のお化けだし、小道具の中には赤ん坊の人形も白い着物もなかったんだよ。井戸の中。私がまだ小学生の頃、正月に広島にある祖父の家に行きました。そこで私は熱を出して寝込んでしまったのです。和室の真ん中に布団を敷いてもらって、うつらうつら。目が覚めると夕方でした。
隣の部屋に通じる襖に、冬の淡い日差しが薄赤く映えています。と、その襖がスルスルと開き始めて、20センチ程度の隙間に女の子の顔が現れました。髪の毛を坊主にした女の子。私のことをじっと見下ろしています。襖の向こうは真っ暗で、そこに浮かび上がる白い顔は能面のようでした。真昼が呼んでるよ。その子が口を開きました。真昼というのは、僕よりも二つ年下のいとこで、確か東京に住んでいました。真昼ちゃんが来てるんだ。熱で朦朧とした頭でそんなことを考えて、女の子に聞き返しました。どこで待ってるの？井戸の中。井戸？確かに祖父の家には井戸がありました。でもそんなところで、そんなところで何してるの？知らない。もうダメかもね。女の子が表情一つ変えずにそんなことを言いました。その後、眠りに落ちたのでしょうか。私の記憶はここで途切れています。一ヶ月ほど経ったある日、母親から真昼ちゃんが死んだと聞かされた。冬休み中に用水路に落ちて溺れてしまったそうだ。お堂の中の人形。今から5年前、学生時代に俺が体験した話。サークルの部室で先輩に怪談を話してもらっていて、本当に怖い体験がしたいんだったら、今から愛知にある〇〇寺に行ってこいと言われて、早速友人と二人で行ってみた。その寺には本堂とそれを囲むように、三つのお堂があった。明かりは全くついていなくて誰もいなかった。悪乗りしてお堂の一つ目に勝手に入った。真っ暗なのでライターでお堂の中を照らしてみたが何もない。続いて二つ目のお堂。これも特に変わった様子はなかった。なんだ、大したことないな。とか言いながら、三つ目のお堂に入った。自分は、霊感とかは全くないのだが、入ってすぐ、このお堂は、他の二つとは違う、妙な雰囲気を感じた。なんだか、たくさんの人に、見られているような気がした。友達がライターをつけてみると、そこには、壁一面の棚に、何百体もの人形が並べられていた。この寺は人形供養をする寺だった。全部の人形がこちらに顔を向けて飾ってあった。大体がひな人形だったのだが、ところどころに外国産の大きな人形もあった。途端にめまいがして、そのまま気を失った。自分が倒れる直前、どさっと音がして、友達が隣に倒れるのが見えて、まずいなって思ったよ。数時間後、先輩に起こされて目を覚ました。自分たちの帰りがあまりにも遅いので、先輩が様子を見に来てくれたのだ。ごめんなさい、なんだか急にクラッとして、と先輩に言うと。当たり前だ、お前たち。こんないたずらするなよ、と、激しく怒られた。はじめは、先輩が何を言っているのかわからなかったんだが、あたりを見ると、棚の上に並べられていた人形がすべて下ろされて、僕らと先輩の周りを囲んでいた。その後、泣く泣く三人で、人形を元の棚に戻したが、なぜか何体かの人形が、お堂の外に逃げ出していたんで、
大変困ったよ。午後からのあなたの運勢を占う午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。私はパーを出しました。ですのでチョキを出したあなた、チョキッとタイムでございますね。チョキッと、まあそのチョキというのはね、まあ、切ってしまうというのはいいこともありますよね。悪いものを切ってしまうというのはね、ね、悪い病気を切ってしまって健康になる、悪い人間関係を切ってしまってなんかストレスが解消されるとかね、ありますよね。まあでも物理、まあそうだね、そんなこともありますよね。物理だとね、あの切って切って切りまくるぜになっちゃうんで、ちょっとあの怪しい人になってしまうんですけど、まあそういうこともありますよね。そういう日かなと思います。さあラッキーアイテムはということでね、ハサミですかね。なんて言って言いたいんだけど、ちょっとやっぱり刃物危ないからね、ラッキーアイテムを刃物にしてしまうのはちょっとどうかなっていうね、気がするんですよ私は。なので今日はね、今日のラッキードリンクはですね、炭酸飲料ですね。まあ、炭酸というとね、苦手な方もいらっしゃいますし、まあ体にどうかなっていう部分も、まあ炭酸っていうか糖分が悪いんですよね。コカ・コーラとかだとね、まあ大好きなんですけどね、コカ・コーラね。あと、あなたはペプシ派？私はコカ・コーラ派？とかね、ありますよね。ドクター・ペッパーはちょっとね、無理だった。すごいキンキンに冷えてるとまだ飲めるんだけど、ちょっとでもその、ぬるくなっちゃうと、ペッパーさんはちょっと難しかったかな。うん。ね、そんな炭酸飲料でございます。皆さん、シュワッとしようぜ。まあ実は喉がね、ずっとガラガラしてるんで、ずっともうこの2、3ヶ月ね。だから、炭酸でシュワッとすると気持ちいいんだよね。でもあんまりね、メロンソーダとか良くないじゃんとかね、思いながらね、やっております。だからね、飲食店に行くのにね、抵抗がすごくあるんですよ、今。もう、咳が止まらなくなってしまった瞬間に周りがね、やっぱり迷惑かけちゃうじゃないですか、周りに。ねえ、だからね、でもね、昨日行ってきたんですよね。昨日ね、初めて行ったパスタ屋さんがあって、ジョリーパスタというお店ですね。まあ、多分チェーン店だから有名なんでしょうけど、私は初めて行ったんですよ。ジョリーパスタさんね、美味しかったですね、パスタね。パスタも好きなんでね。って言いながら、ハンバーグドリア食べたんだけどさ。初めてジョリーパスタさんに行って、まあ、パスタ専門店っていうね、歌ってるところに行って、で、私はハンバーグドリアを食べた。あのね、パスタ好きなんだけど、パスタ専門店って、まあ、他にもね、あったりするんですけど、家の近所とかね、姉のマンションの近くとかにあったりするんですよ。だから昔から行ってたりするんですけど、そんな、ね、専門店、どうしてもね、一つだけね、これがあるといいなって思うことがあって、それが何かというと、ライス。ライスがないんだよ。パンはあるの。昔から言ってるところは、パンはね、食べ放題なんですよ。だからパン、フランスパンかバケットかな？出てきて、自分で切って食べるところもあるし、そのパンはね、ついてくるんですよ。ジョリーパスタさんはちょっとプラス有料でしたけど、パン、美味しかったですよ。パンがね、パンもいいんですけど、好きなんですけど、私、パスタはね、ご飯なんで、これ人それぞれですよね。お好み焼きにご飯がいるかどうかとか、また議論があるじゃないですか。私、お好み焼きもね、ご飯が欲しいんですよ。で、パスタもね、ご飯が欲しいんですよ、私は。ライスが。米が。米大好き人間なんで、米が欲しいんですよね。で、そのジョリーパスタさんに、まあ、母親と行って、母親はね、パスタ食べて、ご飯ないなと思って、ハンバーグドリア、これ米入ってるよなと思って、ハンバーグドリア食べた。パスタ食べればよかったよね。やっぱりパスタ専門店なんだからね。次はパスタ食べます。はい。ということでね。なんだっけ。あ、炭酸飲料ですよ。で、そこでドリンクまでメロンソーダ飲んだからね。そんな、
なんでこんな話してるんだっけ？なんかその話のつながりがね、違う方にどんどん行く最近。炭酸飲料から始まり、飲食店になんか飛び、パスタになり、ライスが欲しい、メロンソーダね。この流れですね。ということで皆さん、ありがとうございました。またお会いしましょうね。それでは、今も咳が出そうでふーってやっちゃったんですけど、それでは皆さん、See you でございます。おはなるこんでした。またねー。Thank you.